では、これよりトランペットソロパートのオーディションを行います。両者が吹き終わった後、全員の拍手によって決めましょう。いいですね、中瀬子さん。はい。高坂さん。はい。ではまず、中瀬子さん、お願いします。はい。ありがとうございました。では次に、高坂さん、お願いします。はい。ありがとうございました。では、これよりソロを決定したいと思います。中瀬子さんがいいと思う人。はい。では、高坂さんがいいと思う人。はい。中瀬子さん。はい。あなたがソロを吹きますか？吹かないです。吹けないです。先輩、ソロは高坂さんが吹くべきだと思います。先輩はトランペットが上手なんですね。上手じゃなくて。好きなの。高坂さん。はい。あなたがソロです。中瀬子さんではなく、あなたがソロを吹く。いいですか？はい。
こうして再オーディションは終わり、そして次の曲が始まるのです。